そら豆の黒い筋。昔々、あるおばあさんがそら豆を煮ようと思いました。そら豆を鍋に入れようとすると、一粒のそら豆が鍋からこぼれ落ちて、コロコロコロっと庭の隅へ転がっていきました。それに気づかないおばあさんは、 今度は火をつけようと藁を持ってきたのですがそこへ風がさーっと吹いてきて一本の藁を庭の隅へ飛ばしましたそれからおばあさんが火を焚きつけて仕事をしていると真っ赤になった隅が一つポロリと下へ落ちてこれも庭の隅っこへ転がっていきました こうして庭の隅っこで、空豆とわらと炭が出会ったのです。空豆が言いました。わらさん、炭さん、私たちがここで出会ったのも何かのご縁です。どうですこれから一緒にお伊勢参りに行きませんかそりゃいいねえ。 よし早速出かけようこうして空豆とわらと炭は揃って出かけました。さて、皆は川のところまで来ましたが、この川には橋がありません。橋がなければ川を渡れません。するとわらが言いました。私は背が高いから、 橋になってあげるよ。空豆さん、墨さん、どうぞ渡りなさいな。それはありがたい。空豆が先に渡ろうとすると、墨が怒って言いました。私が先に渡るんだ。空豆さんは次にしろ。すると空豆は、むっとして言い返しました。 いや、私が先だ。いや、私が先だ。炭は空豆をポンと突き飛ばして、先に藁の橋を渡り始めました。ところが、半分まで渡った時、川の流れを見た墨は怖くなって足がすくんでしまいました。どうした墨さん 先に渡るのなら早く渡れよ空豆がせきたてても炭は怖くて動けません。そのうちに炭の熱で藁が燃え出して、炭と藁はぼちゃーんと川に落ちてしまいました。それを見て空豆は大笑いです。<laughs> 私を突き飛ばして先に渡ろうとするからだよ。あっははははあっははは空豆はあんまり笑いすぎたので、お腹がパチンと弾けてしまいました。あ困ったなこんな格好じゃ、みっともなくてどこへも行けないよどうしよう そま豆が泣いていると、そこへ下手屋さんが通りかかりました。おやおやどうしたね、そま豆さん。実は、あんまり笑いすぎて、お腹が破けたんだよ。そりゃあ気の毒に。どれどれ、私は下手屋だから、破けたお腹を縫ってあげよう。 ありがとうよろしく頼みます。下手屋は針と糸を取り出して、空豆のお腹をチクチク、チクチクチクと縫いました。ところが、あいにく緑色の糸がなかったので、下手屋は黒い糸で縫ったのです。空豆に、 黒い筋ができたのはその時からだそうです。おしまい。